はい、皆さんこんにちは、水色でございます。ということで、今回はちょっとゲームとかじゃなくてね、また実写になっちゃうんですけど、いやちょっとね、もうやってきたんで、やってきたからもう嬉しくてつい撮っちゃいました。で、見えてると思うんですけど、これ何だと思いますか？ってイヤホンなんですよね。こんな感じで、ちょっとね、俗に言うカスタムイヤホンっていうやつなんですけど、こいつがね、1ヶ月前にこれオーダーメイドイヤホンなんですよね。この、プレートとかね、あと後ろの金箔の部分とかを自分で選んで、作れる、自分の耳型を作る、専用のイヤホンなんですけど、それがね、ついに届いたんで撮ってます。こいつね、 ES50 ですね。知ってる人は知ってるでしょう。いやー、もう本当に超かっこよくないですか、これ。やばいよね。で、これウェストーンっていうところなんだけど、知ってる人は知ってる、知らない人はごめん。こんなイヤホンがあるんだよっていう風に見てください。で、私結構イヤホン好きで音楽ね、音楽聴くのめっちゃ好きで、この度ついにね、買っちゃいましたね。いや、もうめちゃくちゃいいよね、値段。これなんとね、いや、イヤホンね、知らない人からするとバカだろっていう値段するんで、15万したね、これね。カスタムの、あのオプション込みで。そんなするって思うでしょ、これ。するんだよね。えげついよね。やばくないこれ。ちょっと、超綺麗じゃん。光の当たりが悪い。いいね。で、こいつがね、届いたわけなんですけど、すごいのがね、こいつだけじゃないの。これよ。で、この中身がですね、こんなになって、超厚手のクロス、なんかついた。クロスに、あとこれ、バンドね、バンドでくるっとしちゃって、で、これ、乾燥剤まで入ってるんですよ。やばくない？で、ここにね、見えるかな、ブラシが入ってて掃除できますよ。で、これカスタムイヤホンが耳に入りにくいように、入りにくい人に、つけてもらうためのなんかジェルみたいな、まあなんだろうな、軽いローションみたいならしいんだけど、まあ俺は別に、ね、使わないんですけどで、自分もちろんね、ダップ使ってて、まあ、ダップっていうかウォークマンだね。ウォークマンでは言えばわかるかな。iPod とかね。で、まあ差しのいい人が分かるように、自分ね、金と黒と赤が好きなんだよね。てか好きなんだよね、てか本当は水色でつけたかったんだけど、ダップに水色ってなかなかなくて、以前 WM1A っていうね、これも知ってる人がいたら、分かると思うんだけど、ウォークマンの上位機種、ね、10万ぐらいするやつを使ってて、水色のケースね、レーザーケースがあったから、それをちょっとずっと使ってたんだけど、でかすぎて邪魔だなと思って、こっちに変えたんだよね。これ、ちっちゃくてさ、コンパクトじゃん。これすごい、もう、手に収まるの。で、結構音も良くて、まあ、6万ぐらいだし、まあ、コスパもいいかなっていう。で、これが黒で、しかもケースもね、レザーの黒赤だったんで、自分は、オーディオは黒と赤でいこうってことで、ここね、これ、赤黒の、カーボンプレートにしました。いや、かっちょいいっしょ、これ。でね、自分、イヤホンで買ったんですよね。キャバラにあるイヤホン。で、買いました。ってことでね、まあ、何が言いたかったかっていうと、まあ、嬉しかったんだな。ブログ感覚で見てください。で、これ、もしね、見てて、あ、イヤホンいいなとかね、俺持ってる、それよりもっといいのあるよとかね、いう方は、もう高評価とね、コメント欲しい、コメント。何持ってるよとか、どんな機種欲しいよとか、何使ってるよとか言ってくれるとテンション上がるね。オーディオ好きとつながりたいですね。はい。ということで、今回はこんな感じですね。あ、で、ちょっとでも欲しいなと思った方、オーダーメイドのイヤホンって何がいいかっていうと、遮音性がやばいんですよ。めちゃくちゃ音も良くなるんだけど、もう密閉されるから自分の空間で音楽が聴けるっていう、それがもう最大のメリットかなと思います。なんで、
うん、だから、まあ、作りたいなと思った方は多分ね一番最安値で4万いかないぐらいで作れます。あのオプションとか何もつけなかった場合ね、うん、一番安いメーカーの、イヤホンじゃない耳型取るの代金プラスね耳型取るの5000円するからそれで、本体的に3万ちょい、4万以下で作れます。なんでね、まあ、それでも全然音変わると思うんで興味ある人はぜひね作ってみてください。一緒にオーディオ沼ハマりましょう。うん、最高だから。ということでもうね9分過ぎるんだそろそろ。うん、めっちゃ喋った。うん、カットされてると思うけどね。ということで今回はそう自慢かな、うん、自慢になっちゃうわごめんね。ちょ嬉しかったんですね本当に。もう嬉しい、もう大事に使っていこうと思いますこれ。うん、線も綺麗だよね。線もこう二芯の片方二芯でこれ四芯の線なんだけどね。うん、そんなのどうでもいいか。はい、ということで今回はこの辺で終わります。いやもうね、うん、大事に使っていきます。それしか言えない。もう最高。